本日は2010年 J リーグディビジョン1第29戦 JA セレッサ川崎トクトクプランエキサイトマッチ川崎フロンターレ対ジュビロ磐田選手ご来場くださいまして誠にありがとうございます。またジュビロ磐田のサポーターの皆さん、本日は遠いところを驚き競技場にお越しくださいまして誠にありがとうございます。クラブスタッフ1の御礼申し上げます。ただいま両チームのスターティングメンバーを発表いたします。まずジュビロ磐田のスターティングメンバーです。21番ゴールキーパー八田直樹、5番ディフェンダー駒野雄一、24番ディフェンダーチョ・ヨングク、2番ディフェンダー菅沼俊也、13番ディフェンダー宮崎智彦、23番ミッドフィルダー山本浩介、33番ミッドフィルダー藤田義明、26番ミッドフィルダー松岡亮介、7番ミッドフィルダー小林勇樹、30番フォワード阿部義郎、18番フォワード前田良一、続いてサブシフトです。31番ゴールキーパー竹重明彦、20番ディフェンダー山本修斗、6番ミッドフィルダー田中大翔、8番ミッドフィルダーペク・ソンドン、22番ミッドフィルダーチョン・ウヨン、37番ミッドフィルダー安田美樹、17番フォワード金園秀隆、そして監督関口孝之、以上ジュビロ磐田